はい、皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今日はですね、久しぶりに三好ワイナリーまで向かいます。今日は雪車祭ですね。カメラの設定の方なんですが、今日はまあ雪ということで、ちょっとスノーモードで、ちょっと撮影をしております。まあ、スノーモード設定なので白い風景を明るく撮影という感じなんですよね。およそ300メートル先、本郷左方向です。まあ、ちょっとまあ、明るい感じで見る感じの画面なんですが、まもなく本郷左方向です。どう見えるかちょっと分かんないんですけどね。まあ、あとでちょっと、まあ、チェックしてみないとあれなんですけどね。こちらですね。この信号を左です。この先しばらく道なりです。まあ、南に行くというか南部を走ってもよかったんですが、ちょっと南部じゃちょっとあまり面白みがないんで、まあ、雪はそう北部経由で走った方がちょっと面白いかなとは思うんですよね。今日はちょっと、まあ簡単ではないんですけど、まあ三好ワイナリーなんで、到着予定時間の方がですね、今10時28分ですから、11時10分ですね。まあ、通常だとまあそんぐらいなんですが、まあ、約1時間ぐらい、いや1時間以上かかるんじゃないかなとは思うんですよね。まあ、ちょっとゆっくり走りますんで。おそらくですね、昼近くじゃないかな。まあ、昼もかからんか。ナビもそうですけど、ナビと HUD は、更新次第ですね。
で、まあ、全然ちょっと、まあ、十何年間ちょっと手手入れしてなかったんですよね。でまあ去年も行ったと思うんですけど、以前の会社の時ですね、会社の連れとよく、スキーを行ってまして、まあ、芸北国際とか、あと、まあ、芸北文化ランドとか、まあ、行ってましたね。まあ、最初、まあ、初心者コースを、まあ、滑りまして、でだいぶ慣れた頃に、まあ、芸北国際の、掛け図を、まあ、滑って降りたっていう感じなんですが、まあ、あまりちょっとかっこよくはなかったんですけどね、まあ、ちゃっ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 と滑る感じで滑った方がかっこいいんですけど、まあ、下手なんで、まあ、ちょっと格好の悪い滑り方をしましたね。まあ、時々ちょっとこけたりもしたんですけどね。まあ、あの時はちょっと結構スキーが楽しかったんですけどね。まあちょっと、まあ、一人でスキーなんでちょっと寂しい感じではあるんですけどね。ここら辺はシャーベット状ですね。
は大変ですよね。ハンドル取られたらもう即もうこけますからね。
まあですね、まあ、まあプライベートにもなるんですけど、あのドライブレコーダーにも映像は記録してますので、まあ、いつでも何時でも、ドライブレコーダーで撮影してますね。まあ、撮影というか自動で撮影してますね。
釣らないと。ちょっと、もし万が一、スピンとかしたらちょっと危ないですからね。
影方向なんですが、まあ、僕がちょっと今検討している撮影方法は、まあ、車載もそうなんですけど、まあ、外からの動画もちょっと撮ろうかなとは検討はしてるんですよね。信号無視するのかと思いましたね、前の車が。もう だいぶ詰まってきましたね、あの後ろの車が。なんでいますかね、これ 10台ちょっとぐらいですかね、後ろの車は。
通行禁止が出てますね。シャーベット状からちょっと、まあ、溶けてないところに行くとちょっと危なかったりするんですよね。映像チェックして、
間プレーって言ったら、ちょっとプロドレナリンのちょっとプレー補正でちょっとかけようかなという感じですね。ここら辺はちょっと、まあ、若干時計取る感じなんですが、多分おそらく前の日にエンカルを撒いてるんですかね。まあ、エンカルってもエンカル社が多分撒いたんでしょうね。それか、まあ、自然に解凍したっていう感じもあるんですけどね。ちょっと汚れてきましたね、フロントが。ウォッシャー駅の方なんですが、前回あのツイッターであの写真を載せたあの分の、ウォッシャー駅ですね。
良かったっていう感じなんですが、結構あのエアのガラスがですね、そういうかなり汚れてきますんで、ちょっとこれはちょっと取らなくて正解な感じでしたね。まあフロントもそうなんですが、まあちょっとシャーベット状だと汚れた雪がですね、かかってきますので、どうしても汚れますからね。
注意ください。さすがにですね、雪の日とかになるとさ、ちょっと寒い日とか、ちょっと自転車車載はちょっと寒くてちょっと要線ですね。要線というかちょっとあまりちょっと出たくないですね。まあ、自転車車載は、まあ、暖かくなってからですね。
ないですよね、これ。タイヤが怪しい感じはありますけど、どうなんだろ
さん来てますね。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は59分です。運転お疲れ様でした。アイドリング時間の少ない運転でした。次回はeスタートを心がけましょう。ここはですね、止めるところがですか。足の踏み場があれですね。これはちょっとこちらに駐車にします。ちょっとそれでは、車載の方に関してはこれで以上です。それでは、大変お疲れ様でした。失礼します。